MBC 開局70周年ラジオドラマ、朝は明けたり、決死の密航、奄美日本復帰を伝えた男たち、第4章。奄美群島の日本復帰がようやく正式に決定する。人々が喜びに沸く中、岩橋と古川は復帰当日の全国中継のため、奄美と本土を結ぶたった一本の電話回線を確保する。しかし無線を使うその通話は天候に左右される不安定なものだった。果たして生中継は成功するのか。不安を抱えたまま、ついに日本復帰の日、1953年12月25日を迎える。なかなかやみませんね。こんなめでたい日くらい晴れてくれればいいのに。それも奄美らしいじゃないですか。そうですね。電波うまく飛んでくれますかね。やれることはやりました。あとは運を天に任せますか。そうですね。時間です。行きましょう。古川さん、よろしくお願いします。こちらこそお願いします。鹿児島へ電話回線開きます。あ、すいません、撮ります。ほらほら、配線大丈夫ですよ。はい、朝のコーラス終わりました。じゃあ上野アナウンサーよろしく。前提供30秒、それから奄美につなぎます。原稿大丈夫け？ OK です。局長、スタジオは狭いんですから、うろちょろせんで落ち着いてください。無茶言うなよ。開局してわずか2ヶ月の MBC がこれから全国に名乗りを上げようって言うんだぞ。静かに、番組始まります。はい、30秒前。よし来い。もしもし、古川さん、30秒前です。予定通りよろしくお願いします。はい、よろしく。こっちはもうものすごい人が集まってきててですね、岩橋さんもマイクの前でスタンバイされてて、もう大変。古川さん、もしもし。どうした？いや、さっきまでよく聞こえてたんですが、急に雑音が大きくなって。え？20秒前。もしもし、古川さん、聞こえますか？古川くん、岩橋くん、聞こえるか？もしもし、もしもし。なんてこった。10秒前。時間がなか。上野さん、うまくつないで。はい。時報入ります。5秒前。4、3。12月25日午前10時になりました。皆様本当におめでとうございます。日本国民待望の奄美群島日本復帰の時がついに参りました。この喜びを聴取者の皆さんと共に分かつべく、皆様おなじみの名食クリンシンクリーム、名食アストリンゼン発売元、桃谷順天館が、喜びに明けた奄美大島の表情を生中継でお伝えいたします。それでは、現地の岩橋アナウンサー、どうぞ。岩橋アナウンサー、聞こえますか？ダメか。局長、番組内容を変更します。待て、聞こえる。日本の愛知の皆様、聞こえるぞ。全国の皆様、こちらは日本の最南端に浮かぶ島、奄美大島名瀬市でございます。よし。この時間は奄美大島完全日本復帰を祝う祝賀行事の模様を、名瀬小学校校庭から北は遠く北海道、南は地元鹿児島に至るまで全国の皆様にお伝えいたしたいと存じます。村山家国作詞、山田耕作作曲による奄美復帰を祝う歌、朝は明けたりが聞こえております。今から10時間前、1953年12月25日午前0時、
奄美群島は正式に日本に返還されました。8年間の血流を絞って奄美20万軍民が待ちわびておりました日本復帰の日がついに今日参ったのであります。降り注ぐ雨をいとうことなく、大人も子供も名瀬市民が列をなして続々とこの校庭に詰めかけています。目を転じれば家々の屋根に大きな日の丸の旗を手にした人の姿が見えます。力いっぱい体全体で喜びを表すかのように大きく大きく空に向けて祖国日本の旗を振っています。時を同じくして最南端の与論島から北へ沖の選ぶ島、徳之島、喜界島など20カ町村においてもそれぞれ村民大会が南海の黒潮を足して展開しています。昭和21年における祖国よりの分離、24年食料価格3倍値上げに対する反対運動、26年祖国復帰の願い叶わず無念の思いに沈んだ対日講和条約、署名活動、断食をはじめとする復帰運動が本格化した27年、そして今年8月のダレス労働、私たちは皆様のこの言語に絶する労苦に対し心からなる敬意を表します。そして8年間奄美が歩んできた苦難の道をここに集う多くの若者が子供たちが未来に語り継いでいくことでありましょう。もう少しだ、頑張れ。そして泉放浪の挨拶によりまして、これから出る一大行列が展開されしております。皆さん、奄美大島完全日本復帰の旬はいいに立っていただきました。みんなで日の丸を掲げる喜びの胸を大きく、平和な楽しい共同復興の第一歩を力強く踏み出そうではありませんか。24万軍民の大行進です。鹿児島県大島軍万歳。奄美大島名瀬市からお伝えいたしました。担当は岩橋、技術は古川でした。それから70年の月日が流れました。人は移ろい、町は変わり、みんなの思いもまたあの頃とは違うのでしょう。ならば新しく生まれ続ける波のように、何度でも何度でもあの頃の風をこの島に運びましょう。帰らぬ日々の大切な形見をみんなで抱きしめ合うために。MBC 開局70周年ラジオドラマ、朝は明けたり、決死の密航、奄美日本復帰を伝えた男たち。出演、めぐみとしあき、迫田隆也、久世康弘、松本幸乃、大森日向、戸部隆、北島餃子、吉直純太、野口葵、宇都俊介、小玉俊和、友也、道光太一、桐原かなた、立山美香、向井千尋、岩崎浩二、上野智子、岡田雄介、城浩二剛、豊平優香、古川博夫、中村英子事務所。語り、はじめ千歳。脚本、飯田健三郎。演出、立山博之。サウンドプロデューサー、
種田博邦、テーマ曲松本圭司、ディレクター後藤剛、プロデューサー岡田雄介、 MBC ラジオの制作でお送りしました。